これからですね、日本コロナ禍対策事業主協会の、事業説明、これをですね、一部やらせていただいたきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。途中からまだ何人か入っていらっしゃるかもしれません。マイクはですね、一応オフにお願いしたいと思います。ご確認の方ですね、お願いいたします。それでは、画面の共有をさせていただきます。まずですね、今回、この一般社団法人日本コロナ禍対策事業主協会、こちらをですね、年内に立ち上げることでですね、今その、法人登記をする前の段階でですね、創業メンバーの方を今募集を始めました。で、まず、詳細に入る前にですね、協会の目的、これをですね、まず最初にお伝えしたいと思うんです。なぜ今、この社団法人、コロナ禍対策事業主協会というのを立ち上げるのか、そこからまずお話ししたいと思うんですね。もうこの2年以上前からですね、このコロナ不況がもう荒れまくってますけども、そのうち落ち着くなんてね、最初の頃は思ってましたが、もうここまで来るとですね、もう次から次へといろんな、もう何型だね、次は何だっていう感じでですね、もう本当デルタだとかね、もうオミクロンとか、じゃあ次は何だっていうことでですね、もう多分これ一生続くんじゃないかと思ってるんですね。ですから、もうマスクが手放せないというか、もう物心ついた子供なんかは、人がマスクをするのが当たり前みたいな。だからマスクを取った姿、わからないっていうぐらいのもう社会になるんじゃないかなと思うんです。まあ、そこは何て言うんでしょう、アラブのね、ある宗教の方々みたいに、もう目以外隠してるのは当たり前みたいな、ですから世界中マスクしてるのは当たり前みたいな、もう社会、もうこれが通常っていうように、もうこれから物心つくような、ね、方が大人になってくると、もうそんなことになっていくんじゃないかというふうに思います。そうするとですね、この、まあ、コロナ禍のおかげで、その本当にごく一部の方がですね、もう急激に資産増やしてますけど、もうそのいう方々っていうのは、もう投資関係で成功なさってる方々ですね。通常のご商売をされてる方で、コロナ不況のおかげで、いや、もう儲かってしょうがないですよっていうのは、本当に一握りだと思うんです。ですから、もう皆さん、どうでしょう。順番にですね、貯金がなくなった、そこをついた方々から順番にこれ倒れていくのが、このコロナ禍の社会だと思うんですね。これではもうどうしようもないと。もう今すぐにでも立ち上げなきゃっていうことでですね、まあ、声を大にして、今この社団法人を立ち上げる前にですね、やっぱり何て言うんでしょう、まあ当然人もね、たくさん集めてですね、この立ち上げたいんですね。ですから、この法人登記をするまでの間はですね、この協会に、まあ賛同していただく、いただいた方はですね、この協会の、入会金なり会費なり、そういうのはもう一切取らないと。いうことで、
要するに、登記が完了しましたという時からはですね、もうたくさん人が集まってて、まあ、入会するのにいくらですよとか、で、1年間にいくらということでですね、普通の社団法人のように、運営していくと思いますが、今現在、この登記完了したという日までの間はですね、一切そういうのはもう永久に無料ということでですね、創業メンバーっていう位置づけで、お話をですね、今広めていき始めたところでございます。で、今日は初めてです。録画をですね、させていただきました。今しているところでございます。で、これでもってですね、皆さんが賛同していただいたら、その動画をね、見ていただきながら、説明がしやすくしようということでね、今日は初めて録画をさせていただいております。で、その日本コロナ禍対策事業主協会、じゃあ何を、したいかと言いますと、まずですね、コロナ不況を、一人でも多くの方に、順番にですね、今度は、貯金をする側に回っていただこうと。もう逆転をしなきゃね、いけない。それをですね、私ども、この協会に携わった人から順番にですね、どんどん、新規事業を、新規の商材をですね、掴んでいただいて、そして、みんな一丸となってですね、豊かさを取り戻そう。で、取り戻した方はさらにですね、豊かさを加速しよう。これが目的でございます。そこで本音と建前があるんですね。まずはこの、社団法人ですので、儲けるのが目的だとか、そういうふうなことはね、ちょっと後回しにしなきゃいけませんので、この建前の部分、この社団法人で何をしていくかというと、社会貢献なんです。で、社会貢献が表向き、この協会のですね、目的なんですね。で、設立後に一体何をしたいかというと、こちらに書いております。この1番ですね。コロナ禍に対するボランティア団体、つまり、このコロナ禍でですね、まあかかった方、感染した方、またはですね、重症になった方、そういった方にですね、ボランティアをされている素晴らしい団体、そういったところにですね、寄付をしていこうと、そして支援していこうというのが目的です。または、これから、まあ、甚大なるね、被害、地震やら噴火、そんなことでですね、災害を被ってですね、非常に助けを求めている、そんな方にですね、ボランティアをなさってる素晴らしい団体、そういうところにですね、寄付をして支援していこう。これがですね、大きなこの協会の目的の一つでございます。で、あともう二つ目はですね、この事業主協会のメンバー様、これからなっていただく方々の中でですね、こういったこの2つの1番のですね、に被害をあられたときに、支援を行っていこうと、こういう1番と2番が、この主な、目的、活動ということでですね、この社団法人を立ち上げます。ですから、こういった社会貢献が目的ですので、それをですね、やはり政府から出てる補助金や助成金、または自治体から出てる助成金や補助金、そして財団法人とか公益法人とかですね、そういうとこから出てる、その社会貢献をしている団体にですね、補助金や助成金、まあいろいろ出てますので、そういうものでですね、この協会の必要な、ものを購入するとき、または必要な活動をするとき、そういったところにですね、補助金や助成金をたくさん、申請して、もらっていこうと。
ということでございます。そして、これからその創業メンバーとしてですね、登録していただいた方にですね、ぜひこれからこの協会をたくさんこう、協会員をですね、集まっていただけるように、皆さんで、どんどんこの大きな団体に広げていきたいんですね。それでもってですね、この協会の幹部にまで、なっていただきたいということでですね、幹部になっていただければ、この協会のまた収益、これもですね、もう報酬として、その幹部の方、皆さんのですね、収益を安定していただこう、こういったことでですね、この協会の、中に入っていただきたいという、それが目的で、ございます。そして、この要するに事業主の協会ですから、そしてこのコロナ禍を、乗り切る、また逆に生活を向上させる、豊かになるっていうのが目的ですから、ですから、消費者の集まりではございません。いかにですね、今までなさってた事業とは別の商材でもってですね、これから、豊かになっていただくための、事業、新しい事業の目的になりますので、それをね、これからお伝えしたいと思います。こちらに書いています。まず4つございます。1つ目はですね、この来たるべきコロナ禍のリモート社会、この社会になっている、どんどんこのリモートが、もう極端になってきますけども、その中でですね、求められる生活需要、一体このリモート社会がもっとこう進んだ時にですね、これから人は何が必要なのか、何を購入なさるのか、そうすると何を販売していけば、ビッグビジネスになるのか、ここをですね、視点に持っております。で、もう一つはですね、二つ目に、地震災害大国としてこれから起こるべき緊急事態、もう皆様が、例えばですね、交通事故に遭う確率とか、それから、もうそんなその確率とはですね、比べ物にならないぐらいの確率で、もう巨大地震に見舞われてしまう、これがものすごく大きい確率なんですね。もう30年以上以内に70%以上の確率って政府が発表しているぐらいですから、これってもう本当にとてつもない確率でございます。で、そういった緊急事態がもう来るのが分かっててですね、全然備えなんか考えてないという方が、まだほとんどだと思います。ですから、その備えるために必要なこの生活需要、水だけ用意しとかいい、乾燥した食べ物用意しときゃいい、そんなレベルじゃないですね。これもですね、皆さんぜひ一度体験していただければね、本当に今何が一番必要になってる、来るのか、災害が起きた時ですね。一回ね、シミュレーションしていただきたいんですね。今日はこの説明が終わった後ですね、一回ご自宅のブレーカーをね、落としてみていただきたいんですよ。電気のブレーカー。真っ暗になります。さあ、そこで何が必要かっていうのをね、実際に感じていただきたいんです。本当に緊急事態で真っ暗になった時に、一番何を最初に求めるかなんです。これはね、ブレーカーを落とさないと多分ね、わかんないと思います。普通は水とかね、ちょっとペットボトルで何本か備蓄しとこう。で、食料も、なんか買っときゃもうそれでいいな。普通は大体そうなんですね。水や食料。もうテレビ番組で、そこから言うかもしれません。だけど、ブレーカーを落としてみたらわかります。本当に何がすぐに必要か。1番、2番、3番がもう誰でもわかります。1番はもう何っていうのをね、私今言いませんけど、まずブレーカーを落としてみてください。そしてご自身で一番に必要なものをね、ぜひ身をもって経験していただきたいと思います。
そして3つ目、さらに来るべくこの超高齢化社会、これはもう日本はね、避けて通れないものです。で、そうなってきたときに、この誰しもがもうおじいちゃん、おばあちゃんになっていく、そんな世代が非常に増えてくるところでですね、一体何が求められていくか、もう健康でいてもらわないとですね、病気にあって入院してもらったら国も困るわけですね。そんな時代にどんどん突入します。そうするとですね、まだ病気になってなくても、この認知症、ボケてもらうと本当に国も困ってくるんですね。ですから、この認知症ボケ防止にですね、非常に目まぐるしい結果の出る、こういったものをですね、開発している長崎県の会社がございます。その製造業者がですね、長年10年以上品種改良した植物があるんですね。今日はその話はですね、もうしませんけども、これのまた説明をですね、またお昼の、午前中の機会にですね、その講習をしますので、その時にですね、じっくりと聞いていただきたいと思います。びっくりするぐらいの結果が出るものでございます。で、この次の、最後に、説明する。これが一番すごいんですね。時代がこれからまた大きく変わる変革。10年に一度、この30年間、30年前に起こったこと、20年前に起こったこと、そして10年前に起こったこと、これをですね、もう一度、確認をね、していただきたいと思います。これ10年ごとにね、ものすごい、産業革命が起きてるんですね。じゃあ30年前は何だったんでしょうか。30年前はインターネットという言葉がですね、ようやくニュースとかで言い始めた頃なんですね。その頃皆さん、インターネットという言葉を聞いた時ですね、一体どう、ご自身が動かれたかなんですね、ビジネスで。で、ほとんどの方はですね、インターネットっていう言葉は30年くらい前に聞いた時に、ふーんで終わりだったと思うんです。ところが、その時にこれからの世の中はこれでこうなるんじゃないかっていうことを考えて、そしてビジネス、インターネットに関連したビジネスをした方々っていうのは億万長者になってるんですね。どっさりそういうところをね、捉えてる方がですね、楽天もその一つだと思います。GMO だ、DMM だ、ね、いろんなその IT 企業が古くからその産業に捉えてですね、億万長者になってるわけです。で、その次はですね、20年前ですね。20年前というと、電話しかできなかった重い大きな携帯電話がですね、かなり小型になってきて、そして文章を打って、で、メールというふうなことができるようになってきたんですね。それでシャープという携帯の電話のメーカーがですね、写真をそこにカシャッと撮ってですね、写真も一緒にメールで送れる。これをね、写メールという日本語を、おそらくそこが作ったんですね、シャープさんが。そういった、ガラケーですね。それからその後に、今度はドコモが i モードというものを発表いたしました。その時が20年前なんですね。この時にですね、これから携帯電話でインターネットをする時代だという幕開けが20年前だったんです。じゃあ、その時にですね、覚えてらっしゃる方、何をしたかなんですね。ほとんどの方は、ふーんで終わりだったんです。私はその当時、携帯電話の代理店をしてました。i モードっていうのがドコモでできた、これから、広がるんですよ。インターネット皆さん見るようにするんですよって言われてもね、お客様はふーんで終わりだったんです。
もう1000人、2000人、1万人さばいてもですね、ほとんどの人はふーんで終わりでした。ところが本当にごく一部の人ですね、そのアイボードで、アイモードができたなら、それで何かできるはずだって、それをビジネスチャンスに変えた人たち。これがまた大金持ち、大富豪になってるわけですね。つまり、携帯電話で、インターネットをするということは、そこでですね、どういったことをやればいいか。要するに、ゲームの世界に、これから開発をしようとなさったね、企業とか、いろいろ20年前にチャンスがですね、出てきたんです。で、例えば私もですね、その頃、ちょうど2000年っていう頃ですね、インターネットアイモードっていう時にですね、ある福岡のですね、天才的なエンジニア、プログラマーがいたんです。鶴田という人間なんですけども、その彼はですね、アイモードっていうのをドコモが発表した瞬間、もうその時代は、パソコンでもインターネットするのは当たり前の時代だったんです、その時は。それをですね、その鶴田という人間はですね、要するに、ホームページを制作する言語、これが必要な時代にですね、当たり前に必要な時代に、彼はですね、誰しもが携帯電話でホームページの中を更新できるように、そんなものをですね、2000年の時にもうすでに開発しちゃったんです。天才だったんですね。で、そういったところにですね、ビジネスチャンスがあるということで、その投資家がバッと集まったんですね。で、そんな形でですね、もうビジネスチャンスというのは、いち早く、気づいた方がですね、億万長者になっているというところでございます。じゃあ今度は10年前、これは何が起きたとかというと、仮想通貨なんですね。ビットコインっていうような言葉が、ちょうど、ニュースとかね、言い始めた頃です。で、その時もご多分に漏れず、ほとんどの方がふーんで終わりでした。一番最初はね、0円。ただ同然から始まったビットコインがね、もう、ピザ屋さんに、ね、ニューヨークでピザを買うときにですね、ああ、そのビットコイン面白そうだな。じゃあ、それくれたらピザ宅配届けてあげるよ。ね、ピザを、そのビットコインで買ったっていうのが、このコインで、ビットコインで、物を購入した、支払い決済に使ったっていうのが、史上初めてというふうに言われております。で、そんな時にですね、これからはこのビットコインだと思った方が何人いらっしゃるかなんです。私はそれから、1、2年遅れて気づきました。皆さんもその10年ほど前ね、どうでしたでしょう。そして、ビットコインの時代が来ると、もうこれからは世界の人たちが自分の国の、お金をですね、両替しなくてもいいような時代、これが絶対に便利だからこの時代になると思いました。そうしたらですね、どうでしょう。その時にたくさん投資をした方は今もうとんでもない億万長者になってます。私の知ってるOL の女性の方もですね、その当時24、5歳だったんですね。それで、ビットコインではなかったんですけど、リップルというコインをですね、その当時、まだ9年前ですけど、0.1円くらいだったんですね。で、それをですね、その彼女はですね、男性の友達から、これ絶対買っとけってしつこく言われて、それでなんかね、言われたまんまに、なんと0.1コインが0.1円っていうリップルをですね、300万円分も買ったんです。その彼女。よーくそんな時に何もあんまりほとんど知らないのに、
男性の言われたまんまよく300万も出してね。ところはその人は今ね、数十億円掴んでますよ。もう本当にね、人生この9年間でね、もうガラッと変えてしまった。そんな方がね、もう一人知ってます。その人はですね、またイーサリアムというね、通貨があって、その系列のですね、あるコイン、これをですね、また男性に言われてですね、たくさん買ったんですね。そうしたらもう今やっぱり億万長者になってね、もう毎日のように銀座でね、買い物してね、遊びほけてますよ。ですから、要するにこの10年前にですね、この暗号通貨に、チャンスだと思って行動を起こした方が、とてつもない資産。まあ私の知ってる中では一番すごい人はね、もう1000億近く儲けて、それで子供さん、確か2人だったかな、奥さんとですね、4人でもシンガポールでね、もう本当悠々自適で、ね、暮らしてらっしゃる方もいます。もう桁がね、あまりにも違いすぎてね、そんなすごい人もいます。じゃあ、今はどうだということになると、また来たんですね。もっとすごい、チャンスが、この30年間で一番すごい産業革命だと思います。それがこのメタバースと NFT。このことをですね、この事業主協会で、ご縁をした方が、もう今なら億万長者になれる、可能性が一番強いこのビジネスの業界でございます。それをですね、提案をして、みんなで一緒になってですね、この協会、全体を盛り上げてですね、みんなが一緒になって豊かになっていこう。この一番大きな柱だということで、私は提案をしていくわけなんでございます。このメタバースって何かって言いますとですね、メタ、ユニバースという、まあ、英語なんですね。で、メタっていうのは超越したっていう意味なんです。で、ユニバースっていうのは世界。つまり、超越した世界っていう意味があるんですけど、これはどういうことかというと、現実、まあ今、今皆さんが生きてるこの現実、これにですね、非常に、これから接近する近い仮想空間のことなんです。これをメタバースというんですね。そして、このゲームの世界と何が違うか。普通のゲームはですね、今 3D で非常にその、なんて言うんでしょう、リアルになってきましたね。昔のファミコンと違って。だんだんリアルな映像でですね、もうゴーグルなんかね、はめて、もう遊びますとですね、もうその場にいるようなぐらい、もうリアルですよね。ところがですね、そんなリアルな仮想空間なんですが、ゲームの場合はですね、ゲームの会社が作ってるんですね。ですから、そのゲームの会社が、倒産したり、パチッといきなりやめたらですね、見れなくなるんですね。ですから、あくまでもあれは、なんて言うんでしょう、3D の、遊びの世界なんですね。ところがこのメタバースというのは何かというとですね、まあこの話から、そのするとですね、多分分かっていただきやすいかなと思うので、うちのですね、これからホームページに、入っていく文章を読みながらですね、ちょっとこのメタバースのことをですね、わかりやすくちょっとイメージを持っていただきたいんですね。昔、この10年ほど前ですね、ブロックチェーンをはじめとする、仮想通貨は夢のある世界でスタートしたんですね。ところが、一旦、まあ数年でですね、ドーンと値下がりしたんですね。
ところがすぐにこう盛り上がってきて、そして、何年か前にですね、200万まで値上がりしました。ところがそれからですね、40万円を切るぐらいまでですね、もう大暴落しました。で、その時にですね、おそらくほとんどの方はね、ビットコインってもうやっぱり、ただの仮想通貨で一過性のもので終わったんだなってね、思ってた人がほとんどだったと思います。でもその理由ははっきりしてたんですね。ですから、はっきりしてたので、私は絶対にまた、ぶち上がってくると思ってました。その理由というのはですね、これなんです。本当の通貨として利用されるためのですね、つまり支払い決済として仮想通貨を利用した方が便利なんだと。で、また利用しないと購入できない。そんなですね、絶対的な需要が必要だったんです。それが通貨というものなんですね。ところがですね、ビットコインや仮想通貨をですね、そんな風に捉えない、そういうその方がですね、仮想通貨を進め始めたものだから、おかしくなっちゃったんですね。もう、投資、今買えば値上がる。ね、理由も、説明、根拠も説明できずに、今買えば値上がる。ビットコインがそういうふうに値上がったから、この通貨も値上がる。こんなですね、当然、もう必ず必要な通貨としての、基本的な、原理をですね、無視をして進めまくって、それに皆さんが投資したもんだから、値上がったやつがまた、売る人が多くなって、どん底になった。というだけなんですね。ですから、この時に、これがもし皆さんが分かってたらですね、あんなに大暴落までいかなかったと。で、実際はですね、またここから急激に変わっていったんですね。それは、ビットコインが生んだこのブロックチェーンという技術、この活用がですね、これからとてつもない産業革命に発展することになってきたんです。つまり、ブロックチェーン技術の活用がこれからあるおかげで、今まで再利用されることのなかった支払い決済として利用すれば便利とか、仮想通貨使わないと、これの支払いできないんだという絶対的な需要がね、生まれてきたんですね。それがこのブロックチェーン技術の活用。これでもってですね、これからものすごい発展をしていくわけなんです。で、まあ、ちょっとこれは、今、先ほど申し上げましたけど、世界中の人が遊んでるパソコンやスマホのゲーム、これはかなり進化して映像がすごくリアルになってきたので、バーチャルリアリティと呼んでます。そしてゴーグルをはめると別世界にいるような体験ができるようになってきました。ところがですね、その世界は現実と違い、制作会社が作ってるだけの世界なんですね。ここが大事なポイントなんです。ということは、そのゲーム作ってる会社が倒産したらそれで終わりなんですね。ところが、現実はですね、じゃあどういう世界かっていうと、この現実っていうのは、この地球上に生きてる人々、75億人が、それぞれですね、自分が思うように動いて、そしてこの地球を少しずつ、ね、その人なりに変えてってる。つまり政策をしてるわけです。言い方変えると、現実というのは75億人の人間がですね、思うようにこの現実を制作してるんですね。そういう言い方をさせていただきます。つまり、地球という世界を75億人がバージョンアップさせて、この世の中を制作してるんですね。その根本的な大きな違い、つまりゲームの世界は、その作ったゲーム会社だけが作ってるだけであって、現実というのは75億人が75億通りにこの地球というものを作ってる。それが大きな違いだったんですね。ところがですね、その根本的な大きな違いが、
このブロックチェーン技術で、そのね、垣根が崩されようとしてるんです。それは何でかというとですね、まず、この一気にこれが崩り去れようとしてるのはですね、このコロナ禍のおかげっていうのもあるんですね、コロナ禍の影響。それは、要するに、現実逃避、現実以外のですね、ものを見たいという欲求がですね、これからものすごく増えていくということなんです。それコロナ禍のおかげで、影響でということがあるんですね。つまり、人は家にこもり、外出しない、こんな時代がですね、当たり前にどんどん進化していくんです。そうするとですね、私なんか非常に外国旅行好きなんです。旅行好きの方、たくさんいらっしゃると思います。そしたらですね、ああ、ハワイにも行きたかったけど、もう行けないよね、とか、必ずなっていくと思うんですね。もう、ほとんどそうなってますよね。それで、そうなるとですね、ハワイの街見たいな、とか、どこどこの、自然見てみたいな、とか、本当なら南極も行ってみたいな、なんかもね、いろいろ皆さんが行ってみたいとこ、見てみたいもの、現実では見れないものいっぱいあると思うんです。ですから、これから人はですね、家にこもりっきり外出しない代わりに、ブロックチェーン上の世界を見て歩くようになるんですね、これから。で、動画でこれからね、ご紹介したいと思いますが、どんな、その仮想空間になっていくか、それをですね、ちょっとね、一つ見ていただきたいと。まあ、やってることとは本当に、まあ、一言で言えば生活になるんですけれども、 VR の空間で寝るのがどう快適なんですか？そのなんか修学旅行の夜みたいな感覚に近い。たびたび同じ女性が現れるんですが、 VR 上の恋人ということでしょうか？まあ一応そんな感じですね。1日の半分以上 VR にいるみたいなのがだんだんこう当たり前になってくるというか。この VR っていうのはバーチャルリアリティ、つまり仮想空間のことなんですね。そういうボリュームが増えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。仮想世界のビジネス活用みたいなことも実現しつつある。その流れは止まらないんじゃないかなっていうふうには思います。寝ても覚めても VR ゴーグルをかぶっている男性、彼が今どっぷりハマっているのがメタバース。メタバースとは、ネット上に作られた仮想空間やそのサービスのこと。今、バズワードとなるほど盛り上がりを見せているんです。そこで考えたいのが、発展？それとも一過性のブーム？メタバースの未来、自由に活動できるネット上の仮想空間がメタバースと呼ばれ、今かなり注目されているんです。10月、Facebook 社が社名をメタに変更し、メタバース事業に舵を切ったり、先月末にはゲーム内の仮想世界の土地が5億円近い金額で取引。中国では今年の10大ネット流行語にメタバースがランクインするなど、毎日のようにメタバース関連のニュースが話題に。日本でも今、企業が続々とメタバースへ参入し始めています。現在開催中のメタバース空間の祭典、バーチャルマーケットの世界にアバターになってダイブしてみると、おお、すごい。渋谷だけど渋谷じゃない。この仮想世界の街におよそ80の企業が出展し、さまざまなコンテンツを提供しています。アパレルブランドビームスのバーチャルショップでは、こんにちは。アバターを使って接客させてもらっています。
店員がアバターで接客。店内には実際の商品がオブジェクトで展示されていて、購入することもできます。このバイというボタンを押していただくと、PC の方でウェブページに飛ぶので、そこから決済していただいて購入していただくことが可能です。百貨店の大丸松坂屋も年末年始に向けた食品を中心に、およそ2700点をこのメタバース上で販売しています。メタバースというものはですね、いわばリアルと EC、それに次ぐ第3の小空間としての位置づけ、今リアルの方ではなかなかタッチポイントのないお客様にタッチできるということで。そしてこちらの証券会社が出展したコンテンツは、なんとジェットコースター。株価連動ジェットコースターということで、リーマンショックとかアベノミクスのですね、相場の上がり下がりっていうのをご体験いただいて、投資をすることについて少しでも身近に楽しんでいただきたいと思い出演しました。ということで早速乗ってみると、うわ、リーマンショック来たと。続きはこの後スタジオで竹山さんが体験するので、ここでストップ。各企業、メタバース上で実験的なコンテンツを提供しています。このバーチャルマーケットをプロデュースしているのが、 VR 法人ヒッキーの動く城のリオさん。だいぶ技術も追いついてきていて、その仮想世界のビジネス活用みたいなことも、バーチャルマーケットはじめとしていろんなところがもう実現しつつあるので、なんかその流れは止まらないんじゃないかなっていうふうには思います。メタバースに関するビジネスはますます発展していくと予想するフィオさん。一方でユーザーは今の盛り上がりをどう見ているのでしょうか。メタバースライターのアシトンさん。じゃあそろそろ行きます。 VR ゴーグルかぶってる時間としては週に100時間ぐらいになります。やってることとは本当に、一言で言えば生活になるんですけれども、1日の半分以上は仮想空間で過ごす超ヘビー級のメタバース住人。友人とゲームをして遊んだり雑談することが多いそうですが、仕事をこなすことも。 VR 空間の中で VR ゴーグルをかぶりながら自分のデスクトップ画面を空中に映し出すってことができまして、 VR 空間 VR ゴーグルをかぶったまま記事を書くってことも一応できちゃったりとかします。さらにゴーグルをつけたまま器用に手元で開封しているのは、なんと手巻き寿司。寝る直前までつけているなんてこともしょっちゅうです。寝る直前に、VR ゴーグルを外して、枕の横に置いて、で起きたらかぶるみたいな感じのことが多いです。もうスマホの代わりに VR ゴーグルがあるみたいな感じです。すっかりメタバースにハマっているアシトンさんですが、一般的に普及するにはまだハードルが高いと感じています。VR 機器っていうのが、一般の人にはちょっとまだ手が届きにくいのかなっていうのがあって、特にメタバース流行ってるのって若い世代なんですけど、若い世代パソコン離れとかも言われるじゃないですか。ビジネスの面では異様な盛り上がりを見せているメタバースですが、冷ややかな反応もあります。大きいゴーグルつけたくないし、一過性で終わりそう。人間の体がある限り現実に引き戻されるから意味ない。今の勢いのまま発展していくのか、それとも一過性のブームで終わるのか、メタバースの未来について考えます。バーチャルマーケットをプロデュースされています VR 法人ヒッキーの動く城のピオさんです。ピオさん、よろしくお願いします。はい、この人来たし、ピオさん、なんかこれ装備なんですか、これ
すごい。手みたいな。これ、あの腕ですね。腕が。はい、VR 女の子おじさんのフィオと申します。よろしくお願いします。なるほど。拡張した身体ということですよね。VR チャットになんと週100時間入っている、ダイブしているというですね、メタバースライターのアシュトンさんです。アシュトンさんどうぞよろしくお願いいたします。はい、はじめまして、メタバースライター兼 VR 文化アンバサダーというものをやらせていただいております、アシュトンと申します。はい、ありがとうございます。ということで、ご覧のようにゲストのお二方はこの VR のその空間の中からですね、メタバースの世界の中からのご出演ということになっています。このメタバースとですね VR ってそもそも何が違うのみたいな話よく聞きますけど、これどう考えたらいいんですか？はいはいはい、そうですね、まあ、いわゆる VR っていうのは、まあ、こういう VR ゴーグルであったりとか、その技術の、ものであって、で、まあ、メタバースっていうのはその、まあ、VR を使って、まあ、VR 使わなくてでもいいんですけど、うん、VR を使ってできる、はい、その 3D 空間 の、 そのコミュニケーションする空間ということで、うん、まあ、技術が VR でその用途がメタバースっていうような使い分けだと思います。あ、なるほどね。はい、株価連動ジェットコースターを体験していただきましょう。はい、ではお願いします。早速行きましょう。こちらです。はい、行きました。竹山さんも乗りましょう。竹山さん進んでいった。はい、そしてカメラが追いかける。はい、このね、カメラはまた別にいるんですね。そうなの、はい、そうなんです。乗り込みました。竹山さんが乗り込みました。乗れてます、乗れてます。はい、乗れてます。スタートです。はい、行きます。動いてますよ。ガンとしましたね。来た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 。わわ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 。大丈夫ですか？うわ、上がってるね。上がってる上がってる。大丈夫ですか？今株価上がってるんですか？おお、コースの概要。今上がっていってますね。これ落ちるね。あ、これが、うん、グラフがこうなってんだ。落ちた後はでも上がっていくんですね。最初の落ちるのが大きいですね、これね。今ゆっくり上がっていく。最初の落ちたところがね、あの、かの有名なリーマンショックですね。リーマンショックで落ちる。サブプライム通り過ぎました。怖い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 。さあ、2008年リーマンショック。あ、来ました。こっから下がる。怖い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 。うわどうマグマがありましたね。そして怖いですか？怖い怖い怖い、ね、本当に怖いみたい。うわ、酔うね。うわ、なんで。まあこんな感じでですね、要するに仮想空間、これが、この引きこもりコロナ禍のおかげでですね、一気にこう加速するわけなんですけども、さっき出てきたカニ、そのがあったと思うんですね。ね、これがね、めちゃくちゃやっぱこの仮想の世界でね、売れてるっていうことがね、もう実際現実で起きて、かなり売り上げが上がってるそうです。で、もう少しですね、非常にわかりやすい、端的にこのメタバースのね、説明をしてる人がいます。これもね、ちょっとね、聞いてみたいと思うんですね。最初に簡単にメタバースとは何かを解説すると、ざっくり言えば仮想現実の世界をインターネット上に作ってしまうという試みで、アニメ映画サマーウォーズのオズやソードアートオンラインの世界や、ファイナルファンタジー11や14のオンラインゲームの世界が現実のものになると言えばイメージしやすいでしょうか。最近では Facebook や Glee が100億円を超える巨額の投資をしたりして、次世代の SNS をメタバースで実現しようとしたりと、にわかに業界が活気づいています。 VR ゴーグルをかけてメタバース上の旅行を体験すると、現実世界に戻ってこられないくらい楽しいというような話もありますよね。様々な業界や職種がメタバースと関係してくると考えられています。ここから先はもっと深いメタバースの話を質問回答形式で話していきますね。それでは早速いってみましょう。徹底解説、メタバースとは何か。 9.1 これまでのバーチャル空間と何が違うのか。まずはこれですよね。実はこれまでのバーチャル空間で目指してきた形やゴールは一緒なんです。ですが、今声高に叫ばれているメタバースでは、その仮想世界独自の通貨を発行でき、その通貨でバーチャルな土地や建物を売買したり、バーチャル美術館やバーチャルコンサートで使えたり、現実と同じような生活やビジネスができる点で異なります。しかも ここなんですね。これから私たちがこの業界でですね、
一番この、豊かになるこのビジネスチャンスの、まあ、真髄を今この、数秒でこの方がね話してくれたんですね、そのままちょっと聞いてみましょう。通貨はメタバースの運用企業が倒産しても社会に残り続けるブロックチェーンの仕組みが用いられることが一般的です。正社員の採用ミスマッチを解除したい。採用コストが厳しい。ちょっとこれね、東京都雇用層、ずいぶん昔にバーチャル空間として流行したセカンドライフでもリンデンドルという独自通貨がありましたが、あの時代にはブロックチェーン技術がなかったため、運営企業が倒産すると通貨が消え去り価値がゼロになってしまうというリスクがありました。ここで話しているメタバース上の通貨は現実社会の通貨ともつながっているので、海外では実際にメタバースに出稼ぎに行ってリアルな生活費を稼いでくる人たちも出てきています。日常生活でもこれまでツイッターではいくらバズっても直接的にお金にはなりませんでしたが、メタバース上では良い情報を発信する人たちがいいねのハートをもらうと、そのハートが一定の価値を持つので、ハートを売ることでその世界の中で生活できる人が増えていく未来がメタバースなのです。徹底解説、メタバースとは何か Q2。 メタバースが流行ると世界はどうなっていく。メタバースは仮想現実の中に価値が出てくる世界だということはイメージしてもらえたと思います。もっとメタバースが流行してくると、例えばみんなが使っている SNS がもっとリッチになって、まるで友達がすぐ隣に横に存在しているぐらいの感覚にまで近づいてきます。考えてみれば、今までの SNS はテキスト、画像、動画といった瞬間瞬間を切り取った素材を人間側が脳内で保管することでソーシャルなコミュニケーションを実現してきたわけで、リアルに会って話す会話と比べたらとてもチープな体験でした。そういった弱点を埋めてくれるメタバースは、ソーシャルなつながりをよりリッチな体験、つまりリアリティが劇的に増すことが期待されているのです。メタバースは日常だけではなくビジネスにも応用が効くので、例えば商談イベントなども地方や世界中からわざわざ泊まり込みで集まるのではなくて、 VR ゴーグルやブラウザーでアクセスして自宅からリアルに近いメタバース上のイベントに参加して、リアルなイベントと同じような仕事の成果を上げられるようになります。さらにメタバース上で働くことで生活する人たちが大勢出てくることになります。すでにアクシーインフィニティという海外のゲームなどでその兆候が出てきていて、ゲーム内のペットを育て子孫を産み、ライバルと戦ったり、ペットを売ることで月に数十万円を稼いで生計を成り立たせるようなプレイトゥーアーンという概念が生まれてきています。ちなみにアクシーインフィニティはゲームの中でお金が稼げるだけのブロックチェーンゲームであり、仮想現実の中で生活するメタバースまでには至ってないという見解もある初歩的な段階ではあります。ところがですね、このアクシーインフィニティというコインがですね、おととし2020年だったかな、15円であったのがですね、なんと1年で1000倍まで値上がりしてるんですよ、コインが。なんでかっていうと、この支払いの決済に使われてるということが結局ですね、そのコインの価値をどんどん上げていくわけですね。まあ簡単に言えば、例えばドルと円で、ドルが値上がりました、円が下がってきたっていう時はですね、ドルを買う人が多いわけですね。つまりドルに両替をしてドルで支払う人が増えるから、ドルが値上がってくる。ですから例えば貿易不均衡とかよく言われたわけですね。トヨタがものすごいアメリカで売れまくるとですね、日本の円が買われるもんですから、円高になるわけなんです。ですから全く実際の社会の通貨と同じで、そのこのアクシーインフィニティというこの仮想の世界のですね、そこで支払い決済に使われてるから、
そのコインに両替をするわけですね。つまりそのコインを買うっていうことが、必ず需要として起こるわけです。それで1000倍までわずか1年で値上がってる、ということでですね、1000倍ということはもう、10万円投資してた人が100、1000万、10万、ね、あ、1億というふうにですね、もう10万円が1億になるという、これがもう現実になってるわけです。だけどこの人はそれがまだ初歩的な段階と言ってるわけなんですね。いずれにしてもメタバースは自由に世界観を設計できるゲームと非常に相性がいいことから、数年以内にゲームとメタバースが組み合わさることが確定的な状態です。そうなると人々はメタバース上のモンスターを狩る、出稼ぎに行ってリアルな生活費を賄うというのが当たり前になるということです。世界最大級の大人気オンラインゲームフォートナイトは、今のところここで定義しているメタバース的な展開は行ってきていませんが、プレイヤー人口からするとすでに一つの大きな国が成立しているようなものですので、もしフォートナイトがメタバース化するとゲーマーのための新しい国家が誕生したと同じような革命的な事件となるでしょう。ゲーマーが集まる国家の主力の産業は、分かりやすいところで言えば超絶技巧のゲームプレイなので、サッカーやテニスのようなプロスポーツが強い国のように、感染によって諸外国、つまり現実世界の人々に付加価値を与えられるでしょう。メタバース上にゲーム観戦に来たついでにメタバースの名所に観光するなんてことも流行するかもしれません。同じようにバーチャルイベント、今ね、この彼がもし、ちょっとね、あの話されてました、それをですね、私たちはあのやろうとしてるんです。これをね、ちょっとそう、片隅に置きながら、もう少し聞いていただきたいと思います。に付加価値を与えられるでしょう。メタバース上にゲーム観戦に来たついでにメタバースの名所に観光するなんてことも流行するかもしれません。同じようにバーチャルイベントでその世界の有名人が音楽コンサートを開くのと同時に、コンサートホールを警備する警備員のアルバイトが成立する可能性もあります。メタバースのおしゃれショップ、アバターのデジタル衣装を販売するアパレル店長などの新しい職業も成り立つかもしれません。今でも Twitter や YouTube やゲームなど、人々の暮らしは脳や目の利用頻度からするとデジタル上の世界に大きくシフトしてきていますが、これまでのそうしたデジタル上での行動に対して価値を直接もたらすことはできませんでした。でもテクノロジーが進化してブロックチェーン技術によって価値を担保することができるようになったのです。メタバースで重要かつ面白いのが、デジタル上の世界なので逆に物理的な存在は入れないということです。例えばリアルでいくら価値のある世界的な絵画があったとしても、メタバースの中のバーチャル美術館には飾れないのです。物理的な存在が邪魔になった瞬間です。こうした物理的な存在をデジタル化する方法はブロックチェーンを使うことで可能になることも、メタバースを作るときにブロックチェーンが活用される一つの理由になってきます。徹底解説、メタバースとは何か Q3、 なぜ今後メタバースが大事になっていくのか。一言で言えば、メタバース上の生活や仕事をした方がデジタルの特性、すなわち1、安く素早く価値や情報を世界中に届けられる。 Facebook や Instagram で広告を流したい、ちょっとか、ね、広告また消します。そんなあなたに2、物理的なスペースを必要としない。3、すべてのアクションが数値やデータとして残り劣化しないなどを生かすことができて、生産効率が断然高まるからです。人類社会にとって距離がもたらす移動のコストはバカにならないものがあります。コロナ禍になって一部の会社では通勤をやめたことによって、これまでミーティングのアポは移動を考えると午前中にせいぜい 2,3 件ぐらいだったのが、15分単位のミーティングで 5,6 件などできるようになって、物事がスムーズに進むようになったりしています。
もちろん実際に人と人とが会わないことによって人間関係が構築しづらいなどのデメリットもありますが、メタバースであっても今後リッチな機能が備わっていくことで、ある種の非生産的な贅沢な時間を人と一緒に過ごすことで人間関係を構築しやすくもなってきます。今や日常においても仕事上においても、インターネットや LINE、E メールを使わない人がいないように、メタバースを使わないと効率が悪すぎて次の世代の生活についていけなくなるような必須のものになっていくでしょう。しかもメタバースではどちらかというと、これまでインターネットのテキスト中心のコミュニケーションで伝えきれなかった人となりをリッチな体験として伝えられるツールなので、これまでインターネットやデジタルが苦手だったり敬遠してきた人たちこそこのメタバースで活躍できるのではと思っています。一方でメタバース上の活動はログとして数値やデータが残ってしまうため、データの管理や閲覧を適切に制限したり、そのデータにアクセスする特権的な人を作らないような、個人のプライバシーを担保するような仕組みも同時に必要になってきます。これも実はブロックチェーンによって実現できてしまうので、ブロックチェーンの万能感がすごいですよね。徹底解説、メタバースとは何か94、メタバース世界今後どこまで発展していく。これは私が妄想しているポジティブな未来ですが、メタバースが発展していくと第二の地球的な新しい世界、無限のフロンティアが生まれると考えます。人類の歴史的に考えれば、資源や領土争いはそのメタバースの中で行われることになって、世界平和につながるとも考えられます。イーロン・マスクが火星を開拓するよりも早くこれは実現するでしょう。さらに技術が発展して現実世界と同等のリッチな体験がメタバースで実現していくと、あらゆる現実社会にあるものはメタバース上に代替されていき、そこで新しい世界が構築されていきます。現実と違ってデジタル領域は制限はなく無限なので、限られた資源や領土を奪い合うような戦争が起こりづらくなるでしょう。国同士の戦争の代替として行われたオリンピックのように、今後の戦争はメタバースで行われ、人が誰も傷つかないという世界も実現するのかもしれません。余談ですが、人間の五感のうち視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の大半がリモートでも電気信号などを通じて伝えられるようになったら、映画マトリックスのように今現実と思っているこの現実世界も実はメタバースだったというような SF 小説的な答えを人類が見つけてしまうというふうに妄想すると、その最初の階段が今から起こってくる事象と考えるとまた面白いかもしれません。まだこれから始まってくるメタバースをより深く理解できたら幸いです。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイバイのバイ。まあ、ということでですね、この先ちょっとお伝えしたいと思うんですけども、とにかくですね、このブロックチェーン上に、作られるこの仮想空間っていうのは、例えばそれを制作した会社がポシャってもですね、これは永遠に残り続ける。これが今までの 3D のゲームのバーチャルリアリティとは違うところなんですね。でもう一つはですね、NFT という技術、これは何かというとですね、無形資産、要するに手で触れないものがものすごい価値をですね生んで、そして、それがですね、永続的な利益を及ぼすということがあるんですね。で、それを、まず、お伝えしたいんですけども、例えばですね、子供がなんか落書きをした、その絵があったとします。そしたらその絵をですね、デジタル化する、まあ、スキャナーで読み込んだデジタルのデータにする。それをですね、ブロックチェーン上に、
この世界でですね、販売、要するに、それをですね、オークションとかそういったところがあります。そこに、販売オークションに載せたとします。ヤフーオークションみたいに。そしてそれがですね、仮に、10円、まあ日本円でいう10円で売れたとします。そしたらそれで終わりなんですね、普通だと。ところがですね、仮想通貨でイーサリアムというスマートコントラクトのできる通貨があるんですけども、そのベースでですね、作られた NFT というものにですね、デジタル、例えば皆さんのお子さんがですね作ったその落書き、それを NFT 化したとします。デジタルデータにしたとします。そしてそれをですね、はい、誰かが10円で買ってくれた。ところがそれで終わらないんですね。その10円で買った A さんがですね、今度は、また日が経った後、B さんに30円で売った。で、B さんはですね、どっかの国の人が、そのなんか可愛いねって言って100円で買った。それで100円で買った人がで、今度は1000円で買った。じゃ、その人がまた売りに出したら今度1万円で売った。10万円でまた買われた。それがですね、要するに今までなら、ピカソもそうですけど、最初にですね、ただであげた絵なんかもあるかもしれません。ピカソが若い時にお世話になった人に。それがですね、今では10億だ、100億だとなってるわけなんですが、それって、あの世にいるピカソは非常に、悔しいと思ってるはずです。だって、あげたものはですね、ピカソには1円もならないわけですよ。ところがこの NFT 化するとですね、そして、このブロックチェーン上にですね、販売するものは、A さんに売られた後、A さんからまた B さんに売られた時も、チャリーンと実際に作った本人にですね、何パーセントか入るようにするという、そういうふうなことが仕組むことができるんです。そうすると誰かが誰かに売れ渡った、また誰かが誰かに売れ渡った、そのすることにですね、ずっとお金が、利益をもらい続けることができるんです。ですから、それがですね、もう、とてつもない可能性を秘めてるわけです。ですから、もう、例えばですね、実際に起こったもので、書道のね、絵、要するに、墨でですね、書いた書道の字があるとします。例えば、富士山っていう漢字を、書道家の先生がね、素晴らしい、書道で書いたやつがあるとします。で、そういうものだから価値がついて売れるっていう、当然、それは売れるのもあるでしょう。ところがですね、書道を習ったことのない、ただのど素人がですね、富士山っていうのを墨で書いたとします。ところが、日本語のわからない国の人々、方々でですね、どんなふうに書いたのが、うまいとか、そのうまいとか下手なんかも分かんないわけです。そうするとですね、この書かれたのがすごくデザイン的に好きと思われたですね、売れるわけですよ。つまり、皆さんの子供さんが書いた、ね、全く書道も習ったことない下手くそな書道の絵がですね、書道の文字がですね、絵として気に入られて、A から A さんから B さんに、 B さんから C さんにと売られ続けていったらですね、どこまで売れていくかわからない。それが実際にね、現実で起こっているんです。ですから、この、NFT 化、つまりメタバース上でですね、店舗っていうのを、また取引所、またそのオークション会場、そんなものをですね、作って、そしてそこにですね、人がどんどんこう訪れるようになる。そしてそこでですね、気に入った絵とか、気に入ったデジタルものをですね、10円で買ったが30円で、100円で、1000円で、しまいには10万円から100万円で1000万になる。そんな可能性がですね、もう、ゴロゴロとこれから転がっていく。これがですね、メタバースの世界なんですね。で、もう一つですね、ちょっと、
おさらいをしていきたいと思います。核心に触れていきたいと思います。仮にこの地球上でですね、もし大きな惑星が地球上の横にくっついたとします。そしたら目ざとい人はですね、何をすると思います？まずね、その地球の横に持つバーンとこう大きな土地がくっついたとしたらですね、その土地を我が物にしようとするのが当たり前だと思うんですね。で、我が物にしたらその土地に今度その人は何をするか、今度建物を建て始めるはずなんですね。じゃあその次は何をしようとするか、つまり土地開発っていうものがですねしていくことになるんですね。で、日本で言うとそういうことをですね、この日本で誰よりも早く行動を起こした、そういった方がですね、先で三井不動産とか三菱地所とか、そういう大罰になっていったんだと思います。ですから、まあ今でもですね、政府が埋め立て地っていうものを作ったら、それをね、買い上げるのは、大体そういう大手が買い上げて、そしてまたそれを、小出しにですね、建物を作ったり土地の開発をして大儲けしていくわけですね。それを地球上でやっていることをメタバースでやっていこうじゃないかというビジネスなんです。ですから地球でやっていることをメタバース上で利益を上げていこう、こういうことなんですね。それがこのブレックチェーンなわけなんです。ですから今お話しした、地球にくっついた惑星、その場所ができたとしたら、これのことを、言い換えるとブロックチェーン、そしてそこに築き上げる、これがメタバース、つまり超越した世界ということになるんですね。そして、まあ、さっき申し上げました、物を売るために、それをデジタル化すると、その世界で売って大きく、しかも継続的に利益を得続けることが可能。要するに人から人へ、渡り歩いてもですね、一番最初に作った人にずっと儲かりまくるっていうことです。これが NFT 化っていうことなんですね。はい、そしてその支払いの決済をする通貨、これをですね、世界中の誰もが利用できる暗号通貨ということなんです。ですからこの数年後の世界っていうのはメタバースとともになくてはならない通貨、これがですね、デジタル通貨暗号資産というものになっていくんですね。はい、ということでですね、さっきの方がね言ってたアクシーインフィニティというのはねこれのことです。 NFT のただのゲーム銘柄だったのに、2020年の時は15円だった。それが1年後には1万5000円までなんと1000倍にそのコインの価値が上がったというのが現実なわけです。ですから、2020年の時、2年前にアクシーインフィニティに10万円投資してたら、今1億円になってるわけですね。それが実際に現実になっている。そこで私はですね、私も8年前から構想を温めていた、このバーチャル不動産業。これが、メタバース、リムバーチャルシティということで立ち上げることになったんですね。この業界はね、もう、言うまでもなく、今投資の審査の厳しいこの世界中の大企業やベンチャーキャピタルの投資額がですね、このメタバース企業に急激に増加している、これがですね、もうこの将来性を物語っているわけなんですね。そしてこの地球規模のこの産業革命の業界で、創業メンバーとしてですね、一緒にね分かち合っていきたいということなんですが、ということでですね、8年前に、実はバーチャル不動産業という、言葉をですね生み出して、それをですね6年前に私あのテレビで発表したことがあります。これね、まあ参考にちょっとね、短い時間ちょっと見てください。
普通このフェラーリの430でちょっと尖ってる感じですよね。このモノホース台とかついてるでしょ。普通にはこんなマークとかインタビュー答えてくれません。ちょっとトライしてみましょう。感覚が分かんない。どうもパラセント。ジョス。表参道で羽山元気ですか。そんな番組です。元気です。そんな番組じゃないです。ありがとうございます。本当にあのまずフェラーリ種類を教えてください。車種は。はい、F430。430のちょっと尖ってるバージョンですよね。そうですよね。埋まってくれたフェラーリは我々と同じ型の F430。ピカピカに見えるが、これでもおよそ10年前に発売されたモデルなのである。果たして年収200万円台の倍賞なのか。いやいや嬉しいですね。ちなみにこれはあれですか、お買いになってどれぐらいですか、年月は。ね、3年半ぐらい前です。3年半ぐらい前。ははちなみにこれおいくらだったんですか。これはね、1800万ぐらいです。1800万。失礼ですけど、独身ですか。独身です。独身。なんでよ。このストライクは一回もついてなく。ついてます。いつからバースデイチ。バーチャル自動産業と。投資関係です。投資関係。デジタル通貨を利用したインターネット上のビジネスターンですね。はい、それに関係する。という具合にですね、これが、ちょうど2016年の1月18日にですね、私は YouTube にアップロードしたわけなんですが、実際にその取材を受けたのが、この数ヶ月前ですから、今からちょうど7年ほど前になるんですね。そしてですね、このメタバースというのが去年からアメリカを中心にですね、急激に盛り上がってきたものですが、もう今がそのやる時だということでですね、立ち上げたわけなんですが、このメタバースのメタリム島というですね、島をこのブロックチェーン上にこれから築きたいんです。どういう意味かというと、まあメタバースはね、さっき言いました超越した世界、それのメタの部分、これが超越という意味です。で、メタリム島と言いましてですね、リムっていう、これはどういう意味かというと、リアルエステート、インターナショナルマネー、これの略でございます。つまり、不動産国際、共通通貨という、意味なんですね。で、これは実は、そのイーサリアム系のですね、通貨で、もうこれはもう作ってあります。すでに保有しております。そして、メタリム島というのはその、超越した国際的共通、不動産通貨、これを基軸通貨とする島、つまりメタリム島という島をですね、これからブロックチェーン上に築き、そしてそこをですね、これからどんどん人が訪れるようなアイデアを入れていくわけですね。で、どんな島かというとですね、まず、これから、つまり、その、旅行、海外旅行して、行きたいと言ってもですね、なかなか行けない。フラステレーションがたまるこの当たり前の時にですね、日本人は、どこを好むか、それを考えたんですね。私はやはりね、ハワイだと思うんです。一番真っ先に、まあ、商売になりやすい、見てみたい。そんなですね、日本人がどうせ、現実と違う世界を見たいなら、いつも行きたいと思ってたハワイが見てみたい、という方が非常に確率が多いと思うんですね。そこで、ハワイの街並みっていうのはですね、こんな街並みなんですね。で、もう何度もご覧ね、行かれた方はですね、ああ行きてえなってなると思います。で、この街が非常に私も好きなんですね。また好きな方が日本人の場合は特に多いと思います。で、そしてこれのですね、
右の方に進んでいくとビーチがずっとあるんですね。で、そのビーチを考えるとですね、島のビーチ自体はもっといいところがあるということをね、私は思ってるんです。それがですね、この島なんです。セイシェル諸島。これ皆さん、こんなすごい、もうディズニーランドがですね、新しく作るような島みたいな感じの、絵に描いたような島があるんですね。これがアフリカの近くにあるセイシェル諸島なんです。私はこれが一番あの理想的な人が訪れたくなるような島だと、その確率が高いと思いました。ですから、メタリム島のですね、ページを開いた瞬間、このセイシェル諸島のですね、この最高のですね、画面からスタートする。そして、例えば、この画面に入ってた時にですね、そして、皆さんが自分の、代わりにですね、アバターというもので、テクテク歩いて、このメタリム島をですね、観光していただくわけなんですね。そして、町はこっちという矢印がついてたとしますと、ね、皆さんこの、この島のですね、この雰囲気を味わった後、町はこちらってなってるとですね、そっちに歩いていくはずなんですね。そしてテクテク歩いていって、そして、町の中に出たといった瞬間、こうなると。つまり、いいとこ取りなんですね。島自体はセイシェル諸島。でも、セイシェル諸島の町はですね、こんなにいい雰囲気じゃないんです。もっと田舎っぽいんですね。ですから、いいとこ取り。島のビーチはセイシェル諸島の最高の雰囲気。そして町中は、この、最高の雰囲気のハワイ、ワイキキ。これをですね、両方とも、採用した理想的な、訪れたい島というものをですね、ブロックチェーン上に、作るわけです。そして、この土地の中にですね、一番最初はこの状態になっているわけです。つまり道路があって、そして、その道路のまっすぐな道路のですね、右側と左側に土地がある。ここからスタートするわけです。このメタリム島の、この土地開発、ワイキキのあのストリートと同じようにですね、これから皆さんと共に開発していきましょう。これが、この今世紀最大の、メタバースのビッグビジネス、この業界なわけです。そしてですね、ちょっとイメージしていただきたいんですね。まずスタートはですね、この土地開発、この、お客さんが、ユーザーがパッとこう、あの島のですね、セイシェルのここからテクテクと歩いていって、そして街に出た瞬間が、この画面だったとします。そしたら、もしここに店舗があったら、まず一番近いところから普通人はね、テクテク歩いていきますね。それを想像するとですね、このこちらに区画、こちらにも土地が、ね、まだ建物が全く建っていません。これから開発していきますから、ですから、100坪10万円。これでですね、皆さん投資をしていきましょう。いうことでですね、地主さんをになっていただくわけです。そして、それが1万坪、この土地の開発をですね、まず進めていきます。で、当然、皆さん、どこでもいいですよって言われてもですね、当然近いところから買っていくはずです。そして埋まっていきます。で、埋まっていったらですね、今度は、土地が埋まった後はですね、こういうふうに建設しませんかと。ね、今度は上物を建てませんか、投資しませんかっていう方をですね、募集していくわけです。そして、土地を買った人が自分で建てる方もいるかもしれません。または、土地はもう、売れちゃってるけど、この場所がいいんだ。
そしたらその人が、ここを建てたい。そしたらですね、この土地の持ち主の方は、建てる方に地代をこれからもらい始めるわけですね。で、そのために貸してあげる。そして土地を借りた方がここに建物を、建設費、いくら、いうことでですね、まあ仮に200万、300万だったとします。それで建てました。そしたらですね、その建物が 3D の絵が立った瞬間、今度はここにですね、テナントを、ね、募集を始めます。テナントはですね、じゃあ何区か、何軒入るか。ね、まあ、100坪10万円の土地だったら、まあ、テナントがですね、まあ、3軒から5軒、小さい店舗もあるかもしれません。そのテナントをですね、今度、どういうテナントに入るかなんです。で、これは日本からスタートするビジネスですので、私はですね、テナントに入居する方を、実際に店舗を構えている方、入居していただくわけなんです。どういう店舗かというと、今、このコロナ不況で困っている飲食店の経営者の方にですね、テナントの中に無償で入っていただくんです。無償でね、飲食店さんに声をかけます。そしたら誰も嫌がる人はいないと思います。その代わり条件を一つ、飲食店の経営者にお願いするんですね。それは、この仮想空間で、皆さん訪れると、店の中をね、皆さん、どんな店かなって覗きたくのは、覗きたくなるのはね、誰も当たり前だと思います。ですから、ウェブカメラを実際の店舗につけて、常時、ライブ動画をずっとライブで見れるようにしてください。そうするとですね、テク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 っとこうね、アバターで歩いて、この店、どんな店かなって見たときにですね、ポチッと押すと、今度は実際のライブ映像がずっと見れる。そうすると、あ、こんなお店なんだ。ね。で、そこがですね、もしご自身の、近くのお店だったらですね、さらに興味引くわけですね。あ、中華料理屋さんかと。ね、仮に中華料理屋さんだとします。そうすると、まずメニューを見るはずですね。つまり、出前を、取ろうか、今日は何しようかっていうときとね、同じですから、それ想像していただきたいんです。メニューを見た。さあ、その次。普通ならですね、Uber Eats とか、ああいう出前を頼む。皆さん何を見るでしょうかね。まずは写真を見る。画像ですね。そしてメニューを見る。その次に、普通、口コミを見ますよね。その3つでもって判断せざるを得ない。そういうのがほとんどだと思います。それで、じゃあ、ここで今日出前取ろうかなるはずなんですね。ところが皆さん、本当はやりたいのはですね、画像とメニューと口コミだけよりも、もっと本当はしたいところがあるはずなんです。それは実際にその店舗を見たいはずなんですね。でも見に行くわけにいかない。めんどくさい。当然だからネットでその3つの情報だけで決めざるを得ないんです。それを私は考えたんですね。実際にここのライブで映像を見せて、店の中をずっと見せてあげよう。そうするとですね、あ、お店こんなお店なんだ、あ、流行ってるな。それが分かった方がいいに決まってるんです。そしてメニューを見た。そして中で店員が働いてる。で、そこでですね、店員と話しするっていうのをポチッと押すとどうなるか。ね、店員とフェイストゥーフェイス、顔見ながら話ができた方がですね、絶対にいいはずなんです。そこでですね、店員さんはいらっしゃいませ。皆さんに声かけるんです。そしたらですね、あ、なんか今日おすすめありますって聞きたいと思うんですよ。あ、今日はあの、魚いいの入ってますよ。ね、焼き魚定食おすすめです。あ、そうですか。じゃあそれ出前取ろうかな。いう感じになってですね、今までの Uber Eats で頼むより、格段にもですね、リアルで、まるで、お店の前に覗きに行ったかのごとく、そんな体験をしてもらって、実在する飲食店で、注文をしていただく。そこで売り上げが上がる。で、売り上げが上がると、
例えばそれが1500円だったとします。じゃあその売り上げが上がった時に、入居自体は無料でもですね、売り上げが上がったらそこで 20% なり 25% なりいただくわけですね。それが実は、この土地の地主さん、そして建物の大家さん、これに、支払われていく収益源なんです。そういうことでですね、この建物に価値が生まれてくるんです。そして土地に生まれてくるんですね。それがですね、もうすでに、実在のこういうことをまだしている会社がまだないんですね。そこでですね、今までになかったアイデア、これをですね、このメタリム島でやって、皆さんでこの土地開発をですね、今までにない、このビッグチャンスにこれ結びつけていきたいわけです。そして飲食店がずらーっと並ぶ、そして別の路面店もずらーっと並ぶ、そういうふうになってくるとですね、もう10軒30軒100軒になると、もう間違いなくですね、テレビも取り上げられると思います。まだそういうね、ところまで進んでるそういう日本の会社はありませんので、ですからこれをですね、一日も早く進めていって、この土地開発を、現実のものとしてですね、皆さんが一人一人がですね、三井三菱のように土地開発から、ね、一区画からできる、そして大きくですね、これを豊かに、発展させていく、これをですね、誰もが思うような理想的な島っていうのをですね、土地開発をしていこうということでございます。そしてその次、 こちらがね、この島がですね、かなり成功を結びついた後はですね、あとはね、あの東京の江戸時代、これもね、やっていこうと思っています。まあそんな形でですね、今までにない、メタバース上のこの土地開発、これをですね、こういうところから具体的に進めていきたいと思います。ということでですね、実際に今度はこの最後の報酬のところをですね、入っていきたいと思います。この参加してどのようにですね、豊かさを勝ち取っていくか。でまずですね、協会自体はメタバースの土地開発だけではございません。一応ですね、やっぱり不向き、それから好みもありますので、先ほど言いましたこの4つのですね、カテゴリーでどれでも用意はしてあります。例えばですね、この、超高齢化社会における認知症ボケ防止、一番最初に申し上げたやつの商材はこの1番と2番、これが、7掛けで仕入れて、販売をしていただこうというものもあります。そして、この、地震大国、この緊急事態に備える生活需要として、この、水発電機、塩水で発電する発電機、これのミニというものもあります。そして4番が今、お話しさせていただきました、メタリム島の土地開発の予定地、ショッピングモール、そして、この現実の通貨をですね、このリムコインまで両替をする取引所も来年にはオープンする予定でございます。そしてこの開発予定地100坪を10万円、これは現金またはイーサリアムでも現在は購入が可能ということでですね、じゃあこれを仮にビジネスでスタート、どういうふうにすればいいかと申しますとですね、まず、この4種類の商材でもってですね、まあ、今後推奨商品は増えていきますけども、まずスタートした時に何が必要かと言いますと、販売事業者さんを、とにかくね、1000人1万人と、たくさん増やしていきたいんです。それによってですね、この、メタリム島を、ね、どんどん有名に広げていきたいんです。そのためにですね、この事業者協会の団体、団体を大きくしていきたいということでですね、仕入れして、売買して大儲けするっていうことも
当然、行いながら、販売事業者のですね、紹介をどんどん広げていっていただきたいんです。それによってどういう報酬制度を用意しているかといいますと、この、販売事業者登録をする方、ね、皆さんのような、方をですね、ご紹介していただいた場合、その A、まあ仮に A さんと言います。その A さんが、登録事業者になったら、その方が仕入れる金額の 3%、例えばこのメタバースの土地を10万円分、買われたとします。そうするとそれの 3%、これをですね、こういった形で仕入れが発生するために、その金額の 3% をですね、ずっとお支払いしていく。こういうロイヤリティでございます。で、またこれがもう一つ、次に進みます。じゃあこの登録されたこの A さん、またですね、事業者さんを紹介していただいた、B さんを紹介していただいた。そうするとその B さんもですね、これから事業者として何かしか仕入れて、ね、利益を得ていきます。そうすると仕入れるたびにですね、この B さんが仕入れた 3% も当然 A さんにも入りますし、皆さんにも入るという2段下までですね、広がれば広がるほど、その仕入れの 3% が入ってくるというふうにしてあります。そして次、ここからはですね、この、協会の、幹部になっていただくための会談を用意しております。それはですね、皆様が、この販売事業者の登録者を、紹介された方がですね、また紹介で10人に広がったとします。そうしたらですね、各販事業者という名前に登録を変更させていただきます。この協会の幹部にリーチがかかるわけですね。どんなつながりでもいいです。一人しか紹介しなかったけど、そこから9人も広がったという形でも構わないんですね。で、その後、そしてその、この後ですね、10名に広がった時点で、仮にそれが4月だったとします。そしたらその4月にですね、協会の総売上、4月に総売上の 5%、つまり仮にこの時2000万の売り上げができたとします。そしたらその2000万の 5% というのは100万ですね。その100万を山分けしますということなんですね。誰に？それはこの4月に10名誕生して登録を変更するという、各販事業者の登録をする人が仮に4月だったとしたら、その4月の総売上の 5%。これを、その人数で割って山分けする。仮に2人だったとしたら、100万を2人で割る。そうすると、1人50万、お支払いします。という、ロイヤリティですね。そして、今度は、次は大手がかかります。その販売事業者さんの方がですね、たくさん広がって、100人に広がったとします。そうすると、もう、協会の幹部としてお迎えいたします。量販事業者という登録をさせていただきます。100人、誕生したとき、これが仮に今年の10月だったとします。そしたら10月の協会全体の売上、仮に4000万だとします。そしたらその4000万の 5% は200万。これがですね、仮に量販事業者の登録なさる方が10月度は2人だったとします。そうするとその200万を100で割る。あ、2で割る。つまりお一人100万円お支払いします。という報酬制度ですね。そしてこの量販事業者として登録していただいた方は無条件に無償でこの協会の幹部、理事としてお迎えします。で、お迎えした後はですね、この協会の活動、また収益源をですね、もう会社の役員と同じです。ですから、協会の理事としてですね、ずっと継続して皆さんで分かち合っていこう、豊かになっていこう。これが、目的でございます。それで、まず、この創立、今創立時でございますので、この協会が法人登記するまでの間のみになりますが、入会金とか年会費はございません。その代わり、
この、創業時、登記するまでの期間でございます。そしてさらにこの新規登録スタートダッシュキャンペーンということで、先着、ご契約新規登録100名の事業主様に限りまして、創立時メンバー様だけが無償で所有するメタバースリムバーチャルシティでの支払い決済通貨リムトークンコインをですね、10万円分プレゼントします。ということはですね、具体的に言いますと、プレゼントするリムのコイン、これ実はですね、来年には上場する予定でございます。しかもですね、この12月、今年です。今年の12月1日に、このリムコインと互換性交換可能なアクエネオスコインという AQE コインという方は、もう、この、12月1日にですね、韓国で上場することを決めております。ですから、もうこの12月1日にはですね、間接的にもう貨幣価値が生まれるということです。交換可能ですから。で、このリムをですね、この100名様に限りまして、無償でプレゼントするということなんですね。その条件をですね、ちょっと説明したいと思います。リムの数量、まず、10万円分って何コインか、1コイン20円換算で来年上場するときはこの価値で取引所に上場する予定です。そのコインをですね、この今日説明を初めて聞いていただきましたので、今日から1週間以内、つまり来週の月曜までにですね、新規登録をしてくださいました事業主様は、初回に仕入れる金額、仕入れてくださった金額、仮にこの、バーチャル、この、土地、この開発土地の100坪、10万円だけ購入されたとします。そしたらですね、それと同じ金額の、10万円分の、通貨を、リムトークンを1コイン4円換算で無償でプレゼントいたします。つまり仕入れ金額10万円の土地の場合は2万5000個のリムコインを付与いたします。で、これがですね、来年上場するときは1コイン20円で上場しますから、つまり、その時にパッと20円で仮に売れたとします。そうすると2万5000×20 ということになるんですね。はい。そして1週間を経過し、今日からですね、再来週の、月曜日までに新規登録された方は1コインが6円換算で無償でプレゼントいたします。ですから、だんだん減っていくわけですね、プレゼントの数量が。ですから、どうせ決めるなら1週間以内に、決めて、これを、マックスでプレゼントをもらってくださいということでございます。そして最後は2週間を経過し、1ヶ月以内に登録された方は1コイン8円換算で無償でプレゼントいたします。ということでですね、このように先着100名様のご契約に限りまして、この無償でプレゼントいたします。ということですね。これはですから、土地のね、売買で、利益を上げるのとは全く別の、これプレゼントでございますので、ね、ですからダブルで、稼いでくださいということでですね、そういう思いでプレゼントをさせていただくことになりました。以上でですね、とりあえずこのメタバースとこの協会のお話はさせていただきましたが、後日ですね、またもしよろしければこの高齢化社会のこの認知症ボケ防止のこの究極の健康食品ですね、この説明もですね、普段月水金のですね10時半から説明を、これ専門のうちの役員理事がいますので、そのものからまたズームでですね説明を聞いていただければと思います。
今日はですね、ちょっと時間がね、長くなってしまいました。9時、もう46分になりましたのでね、これで、終わりたいと思いますが、